おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやりましょう。2時間ぐらい休憩を取りました。ようやく落ち着いたので再開していこうかなと思うんですが、もうね、期間を空けちゃうと多分もう取りたくないってなっちゃう気がしたんで、もう意を決してね、今また再開しています。なんで、まあ一章のあらすじから、みんなと一緒にね、おさらいしていこうかなと思いますよ。ああ、辛いな。ジョー君！ジョー君！ はい。あ、定期的にジョー君って叫ぶかもしれませんが、よろしくお願いします。一章までのあらすじを見ますか？はい。ここはどこだろう？これは、私の記憶の中だろうか。一つ一つ思い出していこう。これは私だ。名前は地動院サラ。すべては友人の手綱ジョーとの学校帰りの時から始まっていた。突然現れたストーカー。襲われる恐怖から逃げ、私たちは家へたどり着く。しかし、家に潜む何者かによって、私たちは意識を失った。目覚めた場所は見知らぬ密室。ベッドに縛られ、首輪をつけられた私たちは、命がけの謎解きを強いられた。それが最初の試練だ。試練を超えた先に待っていたのは、性別も年齢も職業もバラバラな9人の人間。わけもわからぬまま、この場から脱出するため全員で協力し、命を狙う罠をかいくぐった。しかし、突然現れたフロアマスター、笑い人形ホエミーの卑劣な手によって、三島和美先生は死んだ。隠れ続けていた殺人犯、やぶさめアリスも合流し、命を懸けた多数決。メインゲームが始まった。運命を分けた二つのカード。賢者と身の代。それぞれを持ったのが、デスゲームの鍵を握るストーカー犯、佐藤海と、親友の、ジョーだった。そしてジョーは、最も残酷な形で、殺された。壊れていく私の心に、誰かの声が響いている。託します。悔しさを。希望を。私の意識は、またそこで途切れた。君が死ね。多数決デスゲーム。キャラクターをタッチすると、個別に2章までの行動を振り返ることができます。出口をタッチすることで物語を開始することができます。2章まで？はい、これ全員読んだんだけど、多分結構長くなってると思うんで、おまけにしようかな。おまけにして、早速2章に入っていこうと思います。では、出口。あらすじを終了します。はい。ごめんなさい。サラちゃんかな。え？これ多分あれだ。銀くんか。ごめんなさい。筋肉ゴリラ。サラ姉ちゃん。なんで泣いてるの？え、ちょっとなんで？え？今回銀くんと九太郎さんが危ないってこと？お母さん。やだよ、銀くん！ダメだって！君が死ね、多数決デスゲーム。切り替え早すぎ。
失礼します。誰だろう。あ、カイ君。カイ君って言っちゃった。カイさん、お昼ご飯をお持ちしました。おう、ありがとう。誰だ。カイ、ちょっといいか。はい。誰ですか。知らないおじさんが出てきた。カイ、君がここへ来てから何年経った。うん、何年でしょう。ずっと長い間ですね。かっかっか。そんな働き者の君へこれを渡したい。これは。いいからいいから、つけてみなって。エプロンの色が違うから、もしかしてこれつけてたエプロンがこの人からのいただき物なんじゃないか。ほら。お、似合ってるじゃねえか。そうね、青より赤の方が似合ってるね。これはその、どういったことで。何って、プレゼントだよ。妻もサラも君のおかげで安全に暮らせている。はあ、お父さんか。サラのお父さん。あ、地動院家に、あの、忠誠を誓ってたみたいなメールの文章あったよね。なるほど、お父さんに仕えてる方だったんだ。その、感謝の気持ちとおっしゃるのですか。いや、これは雇い主としての感謝なんてもんじゃない。そのエプロンはな、俺のお袋が使ってたんだ。いわば主婦皆伝の証。あ、主婦ですか。そして、地動院家の絆だ。あ、俺にとって、君は家族だ。私が、家族。妻もそう思ってる。贈り物にそれを提案したのも妻なんだ。そんな、私なんかのために。あ、なに？ちょっと照れたのか？照れるとフライパンで顔を隠すのか、カイさんは。なんでこう、いなくなってから可愛いところ見せるんだよ、あんたは。うわ、どうした。どうもしませんが。かっかっか、目が赤いぞ。まさか泣いてんのか。何をおっしゃいますやら。本当だ、目めっちゃ赤いわ。嬉しくて泣いちゃったのか。嬉しいね。もしもの時はサラを頼んだ。いつかあの子は、俺が本当の父親じゃないことを知る。そうなのね。サラちゃんのお父さんとは血のつながりがないんだね。俺一人が命を張ったくらいで何か変えられるほど、あの子の運命は軽くない。サラちゃんは、何か重大な使命を持って生まれてきた子なのか？でも、不安はないよ。我が家には影であの子を守ってくれるヒーローがいるからな。ヒーローはやめてください。私はただの裏切り者です。影は影のまま、知られることなくサラさんを守り続けるだけです。それが私の愛情です。でもこのエプロンは、大切に使わせていただきます。大切に。初めて笑顔を見たね。愛情？怖い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 。怖いよ、お父さん。頼むとは言ったが、娘はやらんぞ。絶対に娘は。あの、旦那さん。娘。怖い怖い怖い。サラさんのことになると、周りが見えなくなるのですね。この方のためにも、
私はサラさんを見守り続けなくては。今頃、勉学に励まれている頃でしょうか。なあ、サラ、サラ。なんだジョン、前を向け、授業中だぞ。近くにすっげえうまいケバブ屋できたんだってよ。帰りおごってやるから行こうぜ。行く。声がでかいぞ。今する話じゃないだろう。いや、ほら、その代わりにさ。わかってる。涼子も連れて行くよ。マジで？いや、違うっつの。声が大きいって、何が言いたいんだ。課題のノートを見せてください、サラ様。授業中だぞ。貸せるわけないだろう。一瞬だけ、打つの早いから俺。褒められた特技じゃないな、それ。悪いが無理だ。それは宿題だろ。家でやってこないのが悪いぞ。正論ばっかり。家でやれって言ってもよ。仕方ねえじゃん。死んじまったし、俺。いやーもうやめて。これはサラちゃんの悪夢だ。多分。大体、お前が俺を問い詰めるから死んだんだぜ。責任感じねえのか？それに、長く苦しんだのも、サラのせいだろ？何か言う言葉はねえのか？ジョー君、こんなこと言わないから！私は、でも、夢の中でだけでも、謝った方が、いいかな。ごめん。何謝ってんだよ。人殺しのサラさん。違う。私は、進むしかなかった。最大限、やり尽くしたんだ。その結果がこれか？やめてよ、ジョー君。みんなを守った！守ったんだ！俺は死んだよ。カイさんだって死んだ。でも、もうやめてくれ！ジョー！お願い。お願いだから。目を背けたいか。ああ、ちゃんと俺を見ろ。今のは、落ち着かなきゃ、頭がグラグラする。ここは、どこ？ジョー君で脅かしてくるのダメだな！ふざけんな！いやジョー君はね、そんなこと言わないって思うけどさ、でも自分のせいって責めちゃうサラちゃんの気持ちもわかるし、私でさえあんなになっちゃってたんだから。サラちゃんはさ、だってずっと高校生活ずっとさ、そのジョー君といろんな思い出をさ作ってきたわけじゃん。そんな本当に大親友がさ死ぬってさ、辛いって言葉じゃ収まりきらないくらい心が壊れちゃってもおかしくないと思うなって思う。調べるか。明るい照明が部屋を照らしている。ここはまるでホテルの部屋みたいだ。そうね、ベッドは調べられないんだ。
窓には自分の姿が映っている。ああ、サラちゃん目が死んでるよもう。なんて顔だ。まるで正気がない。やめよ。見ている場合じゃない。サラ。え？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 なに？は？いつまで逃げる？やばい！いるわ、ここにジョー君の影が。なんかすごい、俺と一緒に死んでくれよ、サラ。やばい、三島先生の頭部まである。ちょっと、えぐいって。もうやめて！やめてよ！あ、カイさん！もう、やめてって！お前は、蝶なんかじゃない！これは、ただの、悪い夢だ！冷てえな。俺たち親友だろ？黙れ！ええ。いや、もう叩き割れないよ。部屋から逃げ出そう。そっちは行かない方がいいぞ。あ、鋭い痛みが全身を襲った。痛い。え？助けて、誰か。楽にしてやるよ。やめて、苦しいよ。大好きだぜ、サラ。やめて。サラ、しっかりしろ。サラ、これ刑事さんでしょ。俺の声がわかるか。刑事さん。そうだ、おまわりさんだよ。部屋は綺麗なままだ。もう心が壊れちゃって幻覚見えてるんだ、サラちゃん。苦しいよ。いた。私は一人で勝手に暴れて怪我をしたのか。怪我見せてみな。派手な物音だったね。何があったの？そのジョーの影を見ました。ジョー君の幻影を見たんだね。はい。大きな怪我じゃなくてよかった。ほら、ベッドに座りなよ。ここは、どこですか？ここは3階さ。一人一室、個室を用意されてね。休息を取れってさ。そうだったんですか。ありがとうございます。どれくらい寝てましたか？早く探索に戻りましょう。とりあえずはお礼だろ。ありがとうございます。どういたしまして。それより、もう少し寝た方がいいよ。皆さんに迷惑をかけるわけには。みんなも休んでるんだ。君だけが頑張る必要はない。ここまで不眠不休でやってきたんだ。寝る権利くらいあるはずさ。寝たく、ない、です。いや、そうだよな。寝るのが怖くなるわ、あんな悪夢見たら。何？一緒にいてください。部屋にいてあげるよ。だから安心して寝なって。嫌です。横になりたくありません。わかった。肩なら貸すよ。もう少しだけ休もう。わかりました。いや、刑事さん好き。刑事さんはいなくならないでお願いだから。
サラちゃん。寝ちゃったか。刑事さん、その顔は、何の顔？参ったね。サラちゃんも、か。幻影を、認識しちゃ、ダメだよ。ああ、なるほど。刑事さんも昔人を撃ったって言ってて、それ以来幻影を見るようになっちゃったのかな。それでパニックになっちゃって、もう銃を持てない体になったっていうことなのかもしれない。サラちゃんも幻影を見るようになってしまったから、刑事さんは何とかしてあげたいと思ってるってことか。脳に焼き付いたら、もう。おまわりさんみたいにならないでね。少しは休めたみたいだね。はい、ありがとうございます。みんなに顔を見せに行こうか。心配してるからさ。はい。いや、本来だったらさ、刑事さんの肩に寄りかかってるサラちゃんキャーとかいうところなんだろうけど、もう全然そんな気になれない。本当にきちいきちい。しかもなんか私さっき見えたぞ、右下に。なんか右下にジョー君いたぞ。これ幻影濃度20。なるほど。幻影濃度とはサラの精神状態に関する数値です。ジョーのことを思い出すたびに数値は増えていくでしょう。増えすぎないようお気をつけください。マジか。なあ、もう、ジョー君。サラちゃんはジョー君のことなんだと思ってるんだよ。ジョー君絶対そんなこと言わないししないでしょ？でも多分、ジョー君を自分が苦しめてしまったっていう罪悪感、まあ、自分が殺してしまったかもしれないっていう罪悪感から、そう思われているかもしれないっていう恐怖と、もう戦うことになるわけだね。移動しようか。知らない場所だもんね。あ、なおちゃんとレコさん。広くて明るい部屋に入ると人の姿が目に入った。誰かの歌声が部屋に響いている。この声はレコさんだ。なんだか悲しい歌に聞こえるね。あれは鎮魂歌だ、レコなりのな。歌の邪魔をするんじゃないぞ、地動員サラ。アリスさん、なんで壁際でこそこそ聞いてんの。妹さんだろ、あんたの。うるさいわね、もう赤の他人よ。そうか、レコさんとアリスさんは兄弟なんだっけ。レコは死者を悼んで純粋な気持ちで歌ってるんだろう。俺の姿で余計な雑念を与えたくない。ずいぶん妹思いじゃないか。いちいち挑発的な男だ。お前らはレコのことどう思う？優しい人ですね。おっかない人ですね。姉御肌ですね。兄が残念ですね。優しい人だと思うよ、私は。そうか。おまわりさんとか男には容赦ないから厳しいけどね。弱い人に優しく、強い人に厳しい、そんな印象はあります。アリスさんがなんだか優しげな表情をしてるね。昔は違った。昔、ですか。強い人にも優しかった。いいや、
逆だ。レコは、生まれた時から音楽や人を見せる才能や活力に満ち溢れた人間でな。自分自身にも厳しかったが、何より弱いくせに、行動しない人間に厳しかった。びっくりするほど変わったよ。あんたの殺人事件がきっかけで。その通りだ。つまらないことを聞かせたな。サラ!気がついたんだな、サラ!サラちゃん!サラ姉ちゃん!あはは、よかった、なんだろう。もうちょっと泣いてるわ。大丈夫か?無理しちゃダメですよ、サラちゃん。大丈夫です。少し、疲れてしまって。目が覚めて、よかったにゃん。暖かい。みんなも、心身ともに疲れ切ってるはずなのに。優しさが、心地よい。あ。何見てんだよ。いや、すまない。サラ、今の状況はわかるか?寝てる間に何かありましたか?みんな何をしてるんですか?寝てる間に何かありましたか?3階に連れてこられてからは、まだ何も。私たちも放心状態だったので、言われるがまま休むことしかできなかったんです。でも、あの悪い人形女、どこにもいないわ。探すかにゃ?ホエミーが、消えた?うん。いやー、探しに行こう、倒しに行こう。まずは周辺を探索しよう。こうかな。まずはここが安全か調べてみよう。何かの罠がすでに始まっているかもしれない。やれやれ。無理するなと言いたいところだけど、サラちゃんはすっかり真剣モードだ。よし。じっとするのも佐賀じゃない。用心しつつ、周囲を見てみようか。そうしよう。みんなと一緒に探す感じかな。じゃあ、セーブします。じゃあ、今日はこれくらいで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。第2章が始まりましたが、まさかジョー君の幻影に惑わされることになるとはね。これは、手強い相手になりそうですわ。あとは気になるのはソウ君との関わり方だよね。どんな感じになっていくのか気になりますな。ということで、また次回。おつぴよでーす。タズナ・ジョー、主人公サラの同級生、明るくて気のいい親友。サラのストーカー被害を知り、不器用ながら手助けしようと考えていた。デスゲーム内でサラの唯一の知り合い。身代カードを引いたことで運命は決まった。メインゲームの最後、本当はみんないい人なんだと言葉を残し、力尽きた。そうだね。佐藤海、自称主婦。だが非常に武闘派な男。すっとぼけた印象から一転、海はあの日付狙ってきたストーカーだということをサラは思い出す。ナオを脅迫し、ソウからパソコンを奪った挙句、ナオが守っていた三島の頭部をどこかへ隠した疑いがある。メインゲームでは誘拐犯側と接触があることを自白したが、誘拐犯側のホエミーとは敵対している印象だった。地動院家、サラの家とのつながりや、サラへの愛情を匂わしたメールが、ソウの手によって明かされたが、カイが犠牲になった今、真相はわかるのだろうか。うん。三島和美、非常に怪しい風貌だが、とても人格者の高校教員。元教え子の直人は信頼が厚く、共に最初の試練を切り抜けた。しかし、教え子に万が一がないようにと、練習試合の投票を自分に集めたことで、その命を落とす。直の心は乱れ、三島の頭部を箱に詰めて逃走するなど、暴走につながってしまった。これ他の人見ない方がいいかもしんないね。2章までの行動って言ってたし。
指導員サラ、本作の主人公、園部の高校に通っている普通の女子高生。高校から帰る途中、ストーカーと遭遇した。急いで自宅へ帰ると、そこには倒れた母の姿が。気づくと、そこは見知らぬ部屋。11人の参加者と共に様々なデスゲームをかいくぐり、サラは信頼を勝ち得ていく。しかし、ついにメインゲームで親友ジョーを失ってしまう。高校教師三島、主婦カイも死亡し、残る生存者は9人。ああ、ちゃんと見れるのか。うん。絵心なお、美大生、高校の恩師三島先生を尊敬している。三島との信頼関係は厚く、最初の試練も二人で協力して切り抜けた。練習試合と称した投票で三島を失ったナオは、ちぎれた三島の頭部を箱に詰めて逃走するなど暴走した。カイに脅されて、ソウを殴りパソコンを渡した後、三島の頭部が消えたことで、カイの裏切りを知った。木槌カンナ、中学生の男の子。最初の試練、男の子中学生の女の子。最初の試練で姉を亡くした。姉を失い、自己嫌悪に陥るカンナに、サラと三島は優しい嘘をついたが、ホエミーの姉殺しという発言で、結果としてより傷つけてしまった。メインゲームでカンナは、ソウと手を組んだような発言が目立った。二人の間に何があったのか、わからない。イブシ銀。語尾にワン、ニャンをつける少し生意気な小学生。サラをサラ姉ちゃんと慕い、過酷なデスゲームの中でも気丈に振る舞っていたが、檻に捕らえられた時は恐怖に染まっていた。銀がシュレッダーから見つけた資料から、ヤブサメアリスが殺人犯だという新事実が発覚する。うん。そうだな、じゃあこれ、次。ヤブサメアリス。窃盗犯の山田ゴンベイと嘘をついていた殺人犯。他の生存者が様々な罠をかいくぐる中、一人赤い部屋に閉じこもり、サラが見つけるまで隠れていた。メインゲームでは、自分がヤブサメアリスであること、殺人犯であること、レコの実の兄であることを自白した。さらに、メインゲームの後、アリスは刑事にとある相談をした。俺が殺した相手の名は、日和ソウだと。そうだね。なんか、ダジャレ言ったみたいになっちゃったな。バーガーバーグ九太郎。自称、復帰直前の野球選手。巨漢で派手な見た目の割に警戒心は高い。少し変わった孤児院で育ったようで方言がぐちゃぐちゃに混ざっている。メインゲームでは誰よりも早く覚悟を決め、生き残るために他人を疑うことへの姿勢を見せた。カイが残した誘拐犯側と接触があったという言葉が信じきれず、真実を調べる素振りを見せている。うん。ヤブサメレコ。雑誌に載るなど注目され始めたシンガーソングライター。愛用のボンゴを心配する派手な見た目のバンドマン。弱い者に優しく、男性に厳しい発言が多い。メインゲームでアリスと兄弟であることが判明した。アリスが殺人を犯してから二人は他人になった。うん。じゃあ刑事さん。しのぎ刑事。自称警察官の怪しい男性。言動は緩いが、どこか怪しい雰囲気がある男。さらに対し、周囲からの信頼を得るように誘導している節がある。人を撃った経験がある。彼はそれ以来、銃が撃てなくなってしまったと告白した。メインゲームを生き残ったら、過去を教える、とサラと約束したが、果たして。じゃあ最後。日和そう、自称フリーター。ニコニコと話す気弱そうな男性だったが、成人男性と思えないほどに非力で争いを好まないような人当たりだったが、随所で闇を感じさせた。そうね。ナオさんに頭を殴られ、手がかりのパソコンを奪われたことがとてもショックな様子だった。メインゲームで信用を失ったソウは豹変し、まるで悪意や狂気に満ちたような彼のその姿は、生き残った者に恐怖や嫌悪を抱かせた。うん。笑い人形ホエミー、誘拐犯側の女、バラバラだった人形の体を組み立てると、突如部屋が真っ白になり、動き出した。フロアマスターだと名乗り、メインゲームの説明や、デスゲームに必要な道具を配る。悪意のある発言や行動で、参加者を惑わして、命を奪い、カンナやサラの心を破壊した。カイやキュー太郎の抵抗に遭い、血を流したり、
悔しがることが多かった。人形とは本当なのか？はい、これ全員読んだんだけど、多分結構長くなってると思うんで、おまけにしようかな。おまけにして、早速2章に入っていこうと思います。では、